皆さんこんにちは。皆さんは松岡代さんという俳優をご存知でしょうか。実はこの方、元祖2時間ドラマの女王の異名を持つ名俳優だったのですが、いつの間にか芸能界から去ってしまったと言われている方なのです。そこで今回は、芸能界から去ってしまった後、そして現在に至るまでの松岡代さんに迫っていきたいと思います。元祖2時間ドラマの女王と言われていた松岡代さん、最近はあまりテレビなどでは見かけなくなりました。芸能関係者の中ではもう引退しているという噂が語られています。2時間ドラマの女王と言われていた松岡代さんがどんな理由で芸能界から姿を消したのでしょうか。松岡代さんは1943年3月17日生まれ、東京都の出身です。1959年駒沢学園女子高校在学中に日活の新人オーディションに合格し、その年に上村翔平監督にあんちゃんで俳優としてデビューします。その後は青春派俳優として青い山脈、潮騒で不動の地位を確立しました。1964年の肉体の門では演技派としての片鱗を覗かせています。その後、日活から TBS に移り、活躍の場をテレビへと移しました。しかしTBS も1969年に退社し、再びスクリーンへと戻ったのです。ただ映画界の斜陽に伴って、1970年代にはテレビのサスペンスドラマの女王として再びテレビで活躍をするようになりました。青春派俳優から実力派の俳優として活躍していた松岡代さん、悪女役や濡れ場などにも挑戦していました。松岡代さんが得意とするところは官能的なシーンや悪女といった役どころで、他の俳優が避けて通ることもあるような色気のあるシーンも積極的に演じていました。そんな松岡代さんは結婚していたのでしょうか。現役時代からスキャンダラスなこととは無縁だったようです。1972年から1978年までの6年間に実業家の男性と結婚していたという情報もあるようです。離婚の詳しい理由や子供のことなどは情報があまりないので分かりませんでした。松岡代さんには俳優の西田健さんからプロポーズをされた経験があるようです。しかしその頃、松岡代さんには愛人ではないかという噂がありました。しかも帝国ホテルの社長の愛人という噂です。そんなこともあり、松岡代さんは一人の男性に一生を捧げる自信がなかったのではないかと言われています。西田健さんのプロポーズをどうして松岡代さんが断ったのかは残念ながら詳しくは分かりませんでした。しかしプロポーズを受けるほど魅力的な女性だったのは間違いないようです。銀幕やテレビのサスペンスドラマの女王として活躍していた松岡代さん、サスペンスドラマ常連の船越英一郎さんと結婚していたという噂があります。しかし船越英一郎さんと松岡代さんは結婚していません。船越英一郎さんは松井和代さんと結婚していて、すでに離婚しています。どうしてそんな噂が立ったのでしょうか。船越英一郎さんの元妻が松井和代さんで、松岡代という名前と混同したと考えられます。それでは松岡代さんが芸能界から自然といなくなった理由を考えてみたいと思います。休止理由として考えられる一つ目の理由は、阪神淡路大震災でのボランティアでの価値観の変化が挙げられます。松岡代さんは阪神淡路大震災のボランティア活動に参加しました。ジャージ姿で炊き出しを積極的に取り組んでいたそうです。俳優として活躍していた松岡代さんは、そのボランティア活動をすることによって人生観が変わったそうです。ボランティア活動を体験することで人生観が変わる人は多いそうですが、松岡代さんもその一人になったようです。休止理由として考えられる二つ目の理由は、女優としての悔いがないからということが挙げられます。人生観が変わったせいで芸能活動を中止したと思われる松岡代さん、その他にも理由があるようです。俳優としてのスタートは青春派としてでした。鈴木清純監督の肉体の門で演技派俳優として有名になります。その後は青春派としてではなく、さまざまな役柄をこなしていくことになります。時には濡れ場を演じたり悪女役も演じたりしていました。
俳優として幅広い役を演じてきたので、一種の燃え尽き症候群に陥ったのではないでしょうか。さて、松尾佳代さんは今現在はどのような生活をしているのでしょうか。ここからはその一端を見てみたいと思います。芸能界からは現在姿を消しているようですが、引退しているわけではないようです。松尾佳代さん自身も芸能界からの引退宣言はしていません。芸能界とは一線を画して現在は生活しているのでしょう。時々放送されているあの人は今みたいな番組に松尾佳代さんが出演する可能性はあると思われます。一方で松尾佳代さんが所属していた事務所の人は、松尾佳代本人はもう芸能界を引退しておりますのでコメントは差し控えさせてくださいと語っているようです。事務所と松尾佳代さんとの間で話し合いは済んでおり、芸能界を引退したとなっているのでしょう。大々的な引退宣言をしないで自然と芸能界から姿を消す方法を選んだことも考えられそうです。芸能界から静かに消えた現在は悠々自適の生活を送っているという噂もあります。以前ある起業家の愛人ではないかという噂がありました。そういうことを考えると大物パトロンがいてもおかしくはありません。愛人だったという噂が本当であれば、その起業家が大物パトロンの可能性があります。しかし確証が持てるような証拠がないので本当のところは分かりません。松尾佳代さんの現在をいろいろ調べてみると、現在は逗子方面に住んでいるという情報がありました。それも介護の仕事をしているという噂があります。住んでいるのは公団住宅という話です。芸能活動をしていなくてもこのような個人情報が出るということは、やはり2時間ドラマの女王としての松尾佳代さんが有名だったことの表れとも言えます。芸能界から姿を消した松尾佳代さん、その松尾佳代さんにヘアヌード写真集を出していたという噂があります。濡れ場も演じていた松尾佳代さんですから、ヘアヌードの噂が出てきてもあまり驚きはないかもしれません。事実、松尾佳代さんは50代になる前に写真集を3冊出しているようです。50歳目前に自分のヘアヌード集を出すということは、その年代でしか出せない雰囲気を残したかったのでしょう。50歳目前でも妖艶な体は健在で、濡れ場などを演じたことがあるだけに抵抗のないものだったのかもしれません。またこれは根拠のない噂話ですが、松尾佳代さんがすでに亡くなっているという話も話題になっていたことがあります。ただこの話についてはさまざま確認したところ、死亡に関する記事などはありませんでした。報道なども存在するかどうか調べてみましたが、これもやはり関連のあるものが見つかりませんでした。今現在もご健在だと思われます。2時間ドラマの女王として活躍していた松尾佳代さん、その妖艶な魅力は私たちの心の中にいつまでも残っています。演技派女優としての松尾佳代の復帰を願っている人も多いことでしょう。はっきりと本人の口から引退宣言はされていないので、復帰の可能性はあるのかもしれません。ただ様々な役柄を演じきった名俳優は今は心も体も休めて静かに暮らしていると考えると、波風立てることなく静かに心の中で応援しておくべきとも思います。ご視聴ありがとうございました。この動画が気に入っていただけましたら、チャンネル登録、高評価をお願いいたします。